長崎の今をしかとご覧あれ。ふるさとがぐっと身近になる。ふるさとがもっと好きになる。身近な長崎。八郎部長、先日県外に住む友人が長崎に遊びに来たんですが、その時に買ったお土産のパッケージが可愛いと好評だったんですよ。それは良かった。県内には品質が高くて長崎らしさを感じさせる様々なデザインの商品がたくさんあるからね。そういえば長崎デザインアワード2021ではどんな商品が選ばれたのでしょうか。うん、気になるね。早速調べてみよう。桃子がお伝えします。県庁の1階には長崎デザインアワード2021の受賞商品が展示されています。どれも思わず手に取りたくなる素敵な商品ばかり。横尾さん、改めて長崎デザインアワードについて教えてください。はい、長崎デザインアワードは県内で企画、開発、製造された優れたデザインの商品を選び表彰するものです。県内企業のデザイン力を高め、売上の拡大を図ることを目的に開催しております。今回は生活雑貨から食品まで25点のさまざまな商品が選ばれました。洗練されたデザインが目を引きますね。そして大賞を受賞したのはこちらのアミエコタワシ。どんな特徴があるのかしら。桃子さん、ぜひ制作会社を訪ねてみてください。はい、行ってきます。海が目の前に広がる素敵なところですね。アミエコタワシを製作している雲仙四郎株式会社天陽丸です。天陽丸は煮干し加工用のカタクチイワシを旅客している巻き網船団。アミエコタワシは10年以上使用し補修できなくなった漁網を使いやすいサイズにカット、洗浄、殺菌し、タワシとして商品化したものです。デザイン性に加え汚れ落ちや泡立ちも抜群。アミエコタワシが生まれたきっかけを教えてください。そうですね、ここ数年不漁続きだったんで、沖に行く機会がだんだん減ってきて、なんとか仕事を作らなきゃなんないなっていうことで、今まで古い網を交換してその古い網をなんか再利用できないかっていうことで、まあ、昔からタワシには使ってたことがありましたんで、でタワシにして作ってみようっていうことで始めてみました。デザインのコンセプトを教えてください。プラスチックを使わないでゴミを出さないということで、紙だけの包装でシンプルなデザインということで作りました。やってきたことを評価していただいて、それはもう本当嬉しかったですね。これをきっかけにアミエコタワシをいろんな方に知っていただくことができたんで、本当感謝しております。商品作りへの熱意とアイデア、その思いが商品にしっかりと表れていますね。うんうん、今後さらにデザインを活用した長崎らしい商品作りが活発になるといいね。長崎デザインアワード2021の受賞商品は2月末までオンラインストア縁日で購入することができます。県内外多くの方のお手元に届くと嬉しいです。素敵な商品の数々、私もしかとチェックするよ。しかだけにですね。次回もお楽しみに。